はい、豊原牛整骨院長の島です。します。本日はブルガダ症候群に有効な鍼灸治療についてお話ししたいと思います。ブルガダ症候群ですね。心臓のですね、心室細動をですね、起こす病気なんですが、このブルガダ症候群にもですね、実はですね、鍼灸治療というのは有効だということをですね、お伝えしたいと思います。このブルガダ症候群というのはですね、1992年スペイン人医師、ブルガダ兄弟によって報告された心疾患となっています。このブルガダ兄弟というですね、兄弟の名前を、病気の名前に使っているということですね。このスペイン人医師によって、こういった患者さんがいますよということをですね、報告があったということですね。それでその、症候群の方はですね、ブルガダ症候群と名付けたということですね。その次、東洋人の30代から50代の男性に多い、どういった人に多いのかというとですね、東洋人の30代から50代の男性に多いということになっております。それで、心室細動がですね、起きると、失神する、心室細動が起きるとですね、覚醒時は失神するというふうになっておりますね。それが一過性であればですね、自然に回復してですね、失神した後またね、意識を取り戻すんですが、その心室細動が止まらないとですね、突然死してしまうんですね。突然死、昨日まで何ともなかった人が突然死ですね、してしまうということですね。この心室細動というのはですね、そのポックリ病とかね、そういうふうに言われてしまうゆえんになるんですが、健康状態はね、至って良好なのに、このブルガダ症候群を持っていることによってですね、心室細動が起きて、それが一過性なら大丈夫なんですが、それが長く続くとですね、突然死になってしまうということですね。怖いですね、はっきり言って、怖いね。それで、鍼灸治療のことなんですが、病院とですね、併用して鍼灸治療を受けると発作はかなり減らすことができる、ね。これはですね、当院のですね、実際の患者さんで、治療させてもらってですね、その、ブルガダ症候群の方がですね、ペースメーカーも入れて、その後ですね、その発作がですね、多い時には1日10回ぐらいね、あったんですが、治療を重ねていくとですね、1ヶ月に1回、起きるかどうかというところまでですね、3ヶ月から半年、ね、治療したらですね、変わっていきましたね。ですので、西洋医学ですと、このブルガダ症候群もですね、ペースメーカーを入れたりですね、内服薬等でですね、その緊急事態に対して、処置をするんですが、プラスアルファですね、医療には東洋医学という選択肢もありますので、その東洋医学という選択肢も使うことによって、この発作をですね、かなり軽減することができるんですね。ですので、このブルガダ症候群の方はですね、東洋医学的な治療の選択肢も考えられた方がいいと思います。またですね、このブルガダ症候群とかいう病気、状態になってくるとですね、その辺のですね、鍼灸治療院だと、何ですかそれとかですね、あとはやったことがないとか、あとはですね、とても治療できないというふうに、なってしまうケースが多いと思いますので、ブルガダ症候群とかですね、結構難易度が高い疾病に対してはですね、鍼灸治療専門でね、やってるところに行かないとダメだと思います。その辺のですね、肩こり、腰痛とかね、膝痛とかね、マッサージと整体を合わせた鍼灸とかね、そういうところになってしまうと、とてもですね、治療できないし、治療効果もですね、おそらく上がらないんですね。ですので、このブルガダ症候群で、鍼灸治療を検討される方は、東洋医学専門、東洋医学専門でやってるところに行かれることをお勧めします。本日はブルガダ症候群に有効な鍼灸治療についてお伝えしました。以上です。